まあありえないですよね、初っ端の初っ端に遅刻するっていう、まあ、バカだったんですよね、まあ、アホみたいな話ですね。本当あれはでも上司に言ってないです、自分も言ってないし、スンってハサミを入れられて、それでパッてプチンってきちゃって、はい、皆さんこんにちは、タイタン TV へようこそ。今回の動画はですね、前回ちょっと私の過去のことについて話したんですけど、まあ、会社員をやっていた時代に失敗したエピソードということで5つちょっと紹介していきたいと思います。で、前回の動画は今こっちに出てるところから飛んでみてくださいということで、1つ目、順を追ってちょっと最初から入社したところから、順々に話をしていきたいと思います。で、1つ目、入社式に遅れる。僕の会社はですね、九州に機関工場があって、で、入社式を九州でやるんですけど、まあ、自分はその時東京に住んでいて、で、羽田から九州に向かって、飛行機を乗って移動するというところで、で、まあ、まだ当時はですね、最後なんかうちの会社ちょっとだけみんなより入社式が早くて、で、まだ結構みんな、自分も 寮に住んでたんですけど、大学の。で、大学の寮で結構みんなと、最後のこう時間を楽しんでるような状況で、でもその中で自分だけ、先に行かなきゃいけないということで、で、普通にその入社式の当日の夜まで、まあ友達とゲームとか多分してたんですかね、夜更かししてて。で、見事に寝坊すると。で、もう電車で行ったら間に合わないんで、友達を叩き起こしてですね、その友達の車で送ってもらったんですけど、まあ自分の飛行機をですね、車の中から見送るっていう、まあ、そういうことがありました。で、まあすごい顔して多分待ち合わせ場所に行ったんですけど、まあもちろんその前に携帯で担当者の人にすいません遅刻しますみたいなことを言ってたんですけど、確か結構優しかったんですよね。すいませんって空港に行ったら、大丈夫だよみたいな感じで、まあ人事の人だと思うんですけど、迎えてくれて、で、大丈夫なのってなんかすごい不安になったというか、そんなことがありましたね。で、まあ事前に、入社する前に友達になった同期の、会社の同期の人とかにも、まあ間に合わないわ、みたいなことは言っていて、で、入社式に行って、で、結構いじられた記憶があります。ということで、まあありえないですよね。初っ端の初っ端に遅刻するっていう、まあそういう感じでしたね。で、2つ目、まあ入社しました。で、当時やっぱりって変なんですけど、まあバカだったんですよね。調子乗っててバカで、結構髪の毛とかもサラリーマンにふさわしくないような髪型してて、襟足とかめっちゃ長かったんですよ。今よりもかなりロン毛で、で、襟足とかもめっちゃ長い感じで、まあ特に切ることもせず、まあ自分でしょみたいな感じで、まあ調子乗って入社して、そのまま配属先に初出社したんですけど、まあその時にその自分が配属された部署におつぼねさんみたいな人がいて、で、そのおつぼねさんはその同じフロア、自分の会社で全部1フロア自分の会社だったんですけど、まあその中でもまあ一番なんか力を持ってるようなおつぼねさんだったんですよ。で、まあそのおつぼねさんも結構古い方なんで、まああなたの髪型はそのどうにかしなさいみたいなことを、まあすごい言われたんですよ。で僕まあ調子乗ってるじゃないですか。調子乗ってるんで、無視してたんですよね、ずっと。まあ1年目ですよ、結構ふてぶてしいと思いますね。もう普通に無視してたんですけど、まあある日ですね、普通にこうやってデスクに向かって仕事してたら、そのおつぼねさんがまあ見えたんですよ。こう自分の対面に座ってたんですけど、そのままこうずっと島をこう歩いて、自分の方に歩いていく、向かってくるのが分かったんですよ。ああ、なんか来るなーと思って自分の後ろで立ち止まったと思ったらですね、自分の襟足にですね、スンってハサミを入れられて、で、もちろん髪はパチンって切られなかったんですけど、どうにかしなさいみたいな。
って僕がそれでパップチンってきちゃって、でそのハサミをパーンってこう手で払ってですね、でその場が凍りつくっていう、まあなんかそういうことがありましたね。でまあちょっとさすがにやりすぎだということで、それやっても自分は髪型その先3年ぐらい変えなかったんですけど、まあちょっと丸くなったっていう、それで少し丸くなったっていうのがありました。まあ、とりあえずそのおつぼねさんにそういう対応するっていう社員は当然新入社員でもいないし、まあ今いる社員さんの中とかでもいなかったんで、そういうことをしてピリついた、凍りついた、まあ今まあ前代未聞ぐらいのまあ凍りつき具合だったっていう、それを1年目がやるっていう、まあそういう事件がありましたね。でまあ3つ目はですね、マッコリ飲みすぎて新幹線遅刻するっていう、まあ出張の話なんですけど、まあこれも商社のお客さんと、まあお得意様みたいな感じなんですけど、お客さんですよね、とまあ宴会みたいな会食をしていて、で盛り上がってですね、まあ二次会でカラオケ行ったんですよ。でその時にまあなんかマッコリを飲みまくるみたいな流れになりまして、でなんか炭酸入りのマッコリだったんですけど、まあすごい美味しいじゃないですか、あれを、まあとりあえずしこたま飲んだんですよ、商社の人と一緒に。でもうわけわかんなくなるぐらい前飲んで、何時に帰ったかも全然覚えてないんですけど、まあとりあえず自分はその日は家には帰っていたらしく、まあ寝てたんですよね、家で。で翌日も普通に仕事で出張あったんですけど、当時大阪に住んでて、で浜松だったんですよ、出張が。で起きたんですよ。で起きたらまあ全然出発する時間過ぎてるわけですよね。で携帯見たらその商社の人、まあ合流する予定だったんですけど、超電話かかってきてて、でまあ自分は全然もう間に合わないんで、そのまま商社の人にお客さんにところに行ってもらって、で商談をまとめてもらうみたいな、まあ、そういうことがありましたね。まあ、あれは本当に、あれはでも上司に言ってないです。自分も言ってないし、商社の人も優しくしてくれて、まあ、その上司に言わなかったみたいな。でお客さんにも、ちょっと急遽体調悪くなってみたいなこと言ってもらっててですね、商社の人に。で、なんか、自分はその日、出張行った体でずっと家にいたっていう。もう、最悪っすね。ほんと、カスみたいな社員でした。で、4つ目は、まあ、商談中に寝るっていう。やるじゃないか。普通にお客さんが目の前にいる商談で、普通にテーブルと、まあ、普通の椅子みたいな、挟んで商談するじゃないですか。で、目の前にお客さんがいるところで、かつ、横には自分の上司と、で、その上司の上司ですね。部長と課長と自分と、あとその、まあ、いつも一緒に働いてる商社さんがいたんですけど、まあ、その商社さんがいて、で、まあ、相手は一人だったんですけど、お客さんとのそういう商談で自分はその、まあ、真ん中に座ってました。確か担当者だったんで。で、寝るっていう。商談中に寝るっていう、落ちるっていうですね。もう、やばかったっす。隣に部長が座ってたんですけど、部長に足蹴られて起きるっていうですね。こんなになったと思います。こんなになってて。で、部長に足蹴られるっていう。もう、何やってんでしょうね。まあちょっと前日何してたか覚えてないんですけど、まあ、とにかく自分のその記憶としては、そのお客さんがですね、話がすごい好きな人で、もうずーっと喋ってるんですよ。で、僕内心、ほんと面白くないな、この話。聞きたくないな、早く帰りたいみたいなことずーっと思ってたっていう記憶があって、そしたら寝てたっていう。でも多分お客さんはびっくりだと思うんですよ。自分の目の前で、取引先の担当者寝てるみたいな状況は。結構その商談自体も、自分たちが売ってる商品の今後の動向の、
情報をヒアリングするみたいな、まあまあ大事な商談だったがゆえに、まあ、自分だけじゃなく上司とかその上も来てたっていうだったんですけど、なぜか肝心な時、そういう時に自分は寝たっていう、そういうことがありました。まあ、本当ダメですね。で、5つ目なんですけど、その部長の話なんですけど、部長との差し飲みで寝る。神の裁きや。やばいっすよね。確かなんかあれはフラッと部長に誘われたんですよね。残ってたかなんかで、で今から寿司でも行くかみたいな感じに言ってもらって、あ行きますみたいなこと言ってたんですよ。で差しで部長とお寿司屋さんに行ったんですけど、で、まあ、自分あんまりお酒強くないんですけど、特に日本酒とか飲んじゃうとすごい眠くなっちゃうタイプで、でまあ美味しいお寿司食べながら、まあ、上司は日本酒飲みながら美味しく食事するじゃないですか。でまあ僕もなんか、まあ、すごい若かったので、あんまりその寿司と日本酒みたいな美味しさがまだ分かんない年だったんですよ。何がうまいのかなみたいなことを思いながら、まあその上司のペースに合わせて飲んでたらですね、めちゃくちゃ眠くなってきて、で上司は左にいたんですけど、まあ自分は上司との差し飲みなのに寝てましたね。普通に寝ちゃってました。しかも結構突っ伏して寝ちゃった系だったと思うんですよね。まあ普通その、まあ距離の近い課長とかで、まあその人と飲んでる時に寝ちゃうっていうのは、まあなんか笑って済まされるじゃないですけど、まあ結構あるかなと思うんですよ。ないか。まあ差しで飲む、ない、寝るのないですね。まあでも相手が課長だったら、近い課長だったら、まあギャグで終わるみたいな部分あると思うんですけど、まあ相手は部長で、まあ向こうから誘ってもらっていきますって言って、で、まあ早い時間からもう普通に寝てたっていう。しかも自分まだ多分2年目ぐらいで、社会人ですね。もうどうなってんのみたいな。まあその部長は最後までずっと仲良くさせてもらったんですけど、まあ最後までずっと言われてましたね。お前寝てたって。いじられてました。まあちょっとまあこんな感じです。でまだまだ結構あるんですけど、こういう面白い話、まあアホみたいな話ですね。本当に自分もクソみたいな社会人だった時代がありました。で実はまあそういうあんまりその仕事に対しても私生活もあんまり真面目じゃない会社員生時代があったんですけど、実はその後改心して、でまあ営業部の中でもすごい成果を残せるようになって、でまあ表彰とかも受けるようになれるんですけど、まあそういう時の話とかも今後はちょっと動画出していきたいなと思ってるので、もし興味あれば見ていただけたら嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。